はい、どうもこんにちは。ひろっきーのママのマノンです。今回は、ひろっきーの弟が免許をまだ持ってないのに運転したらひろっきーがどんな反応をするかドッキリを仕掛けていきたいと思います。ひろっきーにはまだ仮免が取れてない状態、自動車学校に通ってる状態だとずっと伝えてます。でも本当は一月前に、自動車学校を無事に卒業して免許の試験会場で本日免許を取りました。ひろっきーがどんな反応するか楽しみです。それでは行ってみましょう。レッツラゴー。乗っちゃダメじゃん。行きますか。え、マジで？え、免許取ったの？あ、行きますか。え、取ってないでしょ。取ってないでしょ。それちょっと貼っといて後ろ。え、取ってないじゃん。え、そっちこ。やばいって。え、無免許。え、仮免。運転じゃない。え、大丈夫？え、怖っ。やばい。超怖い。え、事故る？え、嘘嘘ごめん。行くよ。え、見ろ見ろ。あ、見ろ。え、やばいやばい。大丈夫？マジでね、見ろ忘れちゃうんだよね。ひろっきー、無言ですね。まあ、全然普通に安全運転。あ、初心者マークつけてきて。まあね、全中持ってるからね、普通車ぐらい。対向車が来ました。さあ、どうする？いいな。くれてる、優しい。どう受けた？え、だって昨日2時間つっちゃった。うん。あ、ごめん、話しかけて悪いね。集中しないといけない。さあ、ここは結構厳しいですよ。軽いな。対向車が来てるからね。これナイリーさんも考えてこれ。余裕だね。違う、彼氏とデートなら使っていいよって言う。ヒロ君、仮免で運転していいんですかね。え、あれダメだね。あれ仮免持ってないと、免許証持ってないとダメ。免許証とそのプラス3年以上の人が持ってないとダメ。ヒロ君が3年以上乗ってるからそれはクリアなんだ。免許証がないっていうのはどういうこと？仮免許証そうそう持ってないと捕まった時に、うん、りっくんはオッケーなんでしょ。仮免許証持ってるから路上で運転してるの。あ、そういうこと今。いや、あ、でもダメだよ。教習場で、あれだよ、仮運転、あれ、あれ、あれ、運転練習中って貼らないと戸惑いすぎる。前後に前と後ろに練習中って貼らないとダメだよ。え、なんで昨日さ、あと2時間つつじゃん。1日1時間しか取れなかった。昨日免許証取れない教習場っていう。あれ、え、なんで、なんで本命受かったの？仮免許証持ってれば。ちょっと暑い。みんな5人もいる。6人、5人。緊張してるから。いや、緊張はしない。めちゃくちゃ喋るやん。うん、あ、じゃあ状況は分かんない。どういう状況今。りっくんはもう免許取ってると思ってるから。重くする。急に車の話行く。あ、もうね、全然ね、安心して乗れる。マジで。本当だよ。あ、本当本当。本当に俺はマジで本当に。あ、なんかね、めっちゃこっちに寄ってたりしたらもうね、やばい。ビビる。こっちに寄りすぎとか。ちゃんとまっすぐ走る。昨日めっちゃ寄ってたよ。マジで。マジで。ちょっていうかね、そのクラウンが思ったより幅広くて。あ、で、まあ、運転席がさ、ね、そう、運転席が思ったよりこっち側にあるのよ。で、リックが乗ってたやつと同じ感覚で走ったらちょっとそっち寄っちゃって、だからそれでちょっと、あ、違うな。ねえ、トラックに当たるかと思ったよね。じゃあ高速乗ろ。高速乗る。シミュレーションやったね。実際には乗ってないでしょ。乗ってない。いやいや、だってさ、あと2時間で、あとそれもプラス本命もあるじゃん。うん、それでどうして今運転してると思う？ね、なんで。そこは分かんないけどっていうとこ。え、本面何、府中試験場まで行ったの？
え、決まってんの？決まってるよ、場所、会場。うん、そうなんだ。うん、どういうこと？何、OK もらったの？あれ、やむを得ない場合は運転していく。リオンが、めちゃくちゃ喋るじゃん。リオンが OK なの、OK なの。あ、仮免許証か。学校から行くかもらったの。え、だから、リオンがいいって言えばいいんだって。そういう法律なの。リクンが法律だから。耳でだ。見てない。共感みたいなこと見てなかったよね。全然見てなかった。あれ車来たら事故ってたよ。あれ。そうなるよ。どんだけ信用してたんだけど。なんだけどさ、リアのこと信用してとか言ってるけど、この焦りがめっちゃ喋るんだよ。そうだね。話してると集中力切れるから。いや知ってますな。話しかけんな。さ、パークの練習です。さあ一発で決められるのが。うざいなぁ。一番嫌いだわ、これ。カトスがこんなやつだったらどうする？マジすぎね。あ、ほら、マジできつい。モニターあるか。余裕だから。もうちょいこっちだね、こうやって。こっち前で。もう。まぁ、若干ね。いい、大丈夫だよ。大丈夫。こっちパパが乗ってる。若干だけどな。じゃあ、りくん、仮免許証を見せてあげて。え、ちょっと、パーキング入れて。そうやってすぐ専門用語で喋りたがるよね。はい。おー、おめでとう。うわー、なんかね、これでヒロ君と一緒だからね。7.5 トンでしょ？そうそうそう。ヒロ君と一緒だ。え、ヒロ君、その免許証を見て何にも思わない？暗くてよくわかんない。ジジイか。寝てる？やめろ。あ、今日受けた。今日取った。今日21じゃない。今日22。え？今日21？今日22。あ、そうなの？あ、昨日取った。あ、そうだったんだ。へえ。なんで嘘ついたの？もうさ、そういうことさ、あれじゃん。え、ヒロ君、それ仮面じゃないよ。うん、知ってるよ。あ、え、そうなの？本面じゃん。え、本面一発？一発だよね。だったら持ってないもんね。え、何点だったか分かるでしょ？いや、分かんない分かんない。落ちたら分かるよ、足。あー。受かったら分かんない。マジか。え、裏子行った？裏子行ってない。裏子行ったらバレるじゃん、ヒロ君。え？朝早くから出てさ。あ、そういうこと？何？綿密に計画立ててたの？そう。もう1ヶ月ぐらい前から、もう仮面はね、取れてたの。あ、え？え、もうとっくに卒業してたから。とっくに卒業したら。キモキモにひろくん、毎回、あと何回とか、あと4回ぐらいとか聞かれてたのに、ああ、そうだね、あと2、3回かなとか言ってる。もうとっくに取ってるから。マジで？ずっとね、リュックの中にね、卒業証入ってるの。マジで？マジか。ずっと入ってた。だから、昨日、だからね、昨日ね、ヒロ君がね、自動車学校、リックを送るって言った時に焦ったの。いや、いいよ、いいよ、私が送るから、って言って。ヒロ君が、だって、学校空いてるとか言ってくるから。府中に連れて行かないといけなかったから、それで、7時に出ないといけないって言ったの。あー、もう一回見せてよ。なんでやとりあえずライト消して。ライト消して。あ、今、俳優になって。すごい、めっちゃ、あれ、うるさい共感だわ。こんな彼女やるな。どうだった？長い間騙されてて。マジ、今なんか傷ついた。なんでどこに傷つくようなやつ？できるやんけ。そういう。こいつ人には虫食わすくぜ、本当に。本当にね。こっちも気づいた。マジで。どの口が言ってんの？あ、マジで、もう仮面だと思ってた。あ、今？仮面をもう学校から。あ、仮、もらって？そう。あ、救急だったら全然貸してもらえるからさ。ああ。そう、救急で貸してもらって。あ、でも、あれついてねえな、と思って。仮面運転中、練習中でしょ？練習中。仮免許練習中。これ貼ってないと、違反だしな。どっちにせよ違反だから。でも、あと2回とか言ってたしな。あれみたいな。かわいそうに。何も。全部違うから。全部違う。そう、全部違う。どうする？司会に行くじゃん。じゃあ、ヒル君、閉めて。はい。騙されたのに。
ちょっとビビりました。あ、でも思ったより安全運転だったから、全然、ね。全然落ち着いて乗れたし。まあ最初ね、ミラー開いてないところでまずビビったじゃん。ミラー忘れちゃうんだよ。で、右見てなかったのちょっとビビったかな。指摘じゃないか、だから。左折するときに右見てなかったからね。それビビった。で、最後、パーキングにも入れてなかったからね。文句しか言わねえな。ずっとバックギアだったから。ブレーキ踏んでたからいいだろ。ライトもつけっぱなし。まあ、その辺かな。嘘だよ、ごめん。よかった。どうする？全然、よかった。